これは一つ。オッケー、どこどこどこ、ホーム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 、パブロドッキリ企画。もしもチームメイトがずっとエラーをし続けたらマシュはどんな反応をするのか。ということでね、今回の仕掛け人はタクちゃんです。はい、お願いします。お願いします。今日やる企画は俺と VS マシタクチームの企画で偽企画をやるんですけど、その中で序盤は普通に戦ってもらって、後半のある一定からタクちゃんがエラーを連発してもらいたいんですね。まあなんか普段からエラーしかしてないぐらいの感じですけど、今だとほらあんまちょっとね疑われてもなんとかしのぎきれるぐらいのさ、はい、あーまあ確かに、そうそうそう、パープロまだ始めたてだから、はい、そうですね。でもさすがのマシュでもちょっと嫌な顔するのかなというね、心優しき成人マシュでもちょっと嫌な顔するのかなという反応を見ていきたいと思います。ベルーナドーム、ネット上からダウンロードしてみたマシュというやつだけでチーム組んでみた。マジであった。まもなく試合開始となります。ということでね、前回覚えてますか、はい、私ことルム、エースルムのね、はい、超スローボールとストレートにあなたたちは惨敗したわけです。はい、主に俺。まあやっぱりね、ちょっとそのリベンジを果たしてもらわないといけないということで、ネット上にね存在するマシュという名前の、まあ、おそらくマシュをイメージして作られたのであろう選手たちを取ってきました。これが一番マシュの一番再現度高かったやつですね。おかしいおかしい、こんな能力ないから。顔とポジション、はいはい、セカンドがメインポジションで、まあ、キャッチャーもできるよみたいなね、はいはいはい、できないから。ウーム野球部のね正捕手ですから。できないから。龍いたままんま俺じゃん。8月18日生まれ。まんま俺やん。2005年じゃねえけど。そして俺今18歳になっちゃってるけど、いう感じの人を、まあ、一応今回ね、12以上持っていきます。なんか一匹、一匹違うの紛れてますけど。タクちゃんは唯一一人だけここに、一人だけいました。ほら、なんかヒゲ生えてますけど。ワンちゃん。あー、いるんだね。なんかありがたいね。自分で作ったわけじゃない？作ってないです。GTA の方でタクちゃんはね犬って呼ばれてるんですけど、ああ、まあ、それでねパワープロもやってる人が作ってアップロードしといてくれたんですね。ああ、っていうとセネームワンワンありがたいですね。まあ、こんな選手がいます。あ、この人は一番適当ですね。先生 OB をマッシュの名前つけるだけ。顔も変えられてないマッシュ。性別が違う。違うマッシュがいるんじゃないですか。あ、これは似てますね今と。やっぱリュウスケいないですか。リュウスケ大丈夫ですか。でピッチャーはマッシュ大統領。あ、こう、え、マジ、え、お前が作ったんじゃないの。違う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 、オンライン上にやっぱ GTA も見てくれてて、こっちも見てくれてて、すごいね、ありがたいねそれ。私の方はねピッチャーだけがルームで、あとはねいつも通り、まあ2人のねリベンジ果たしてもらわないと困りますよということで。なるほど。じゃあ超スローボールさえなければ僕は強いですよ。ということでじゃあリュウスケいきますよ。投げました。おお。超スローボールはないけどね、いいとこに投げますよ。オッケー。おれー、強い、強い、本当に強い。素晴らしい。じゃねえよ、リュウスケ。強いやん。リュウスケ言わないけど、どうもやさん、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしい。恥ずかしい。ヒゲ何センチ伸びてんだよ、こいつ。しかもなんか山田哲人みたいな打ち方タクちゃん。ちなみに相手チームパーフェクトゲームズですか。そうです。守備は強いけど、打球は別にそこまでになるよね。そういうことになります。アウトコース高め。盗塁してもええやで。おい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 、いいんじゃないこれ。足元足元足元、三角腰三角腰、足元足元足元、帰ってこ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 、いけるよ。今のうちにサレンダーしとけよ。もうすごいすごい、なんていう2連打早すぎる。よかったよかった、おのおのが打ったよ。おのおの再現選手を打ってくれて2人だけで1点取った。いや左じゃねえんだけど。こういうのだいたいスイッチヒッターでもないや、全然違うんだけど。一番適当バント。3番バッターでも送るっていうのが俺なんだよ。スモールベースボールだからね。おっ、よし、送れたでしょう。あー、あなたいい勝負ありそうやな。タクちゃん、ゴロゴーでゴー。ゴロゴー、ゴロゴーっていう単語、タクちゃん分かるのかな。打ったらゴーでいいですか。打ったらゴー、うん、打ったらゴーでいいよ。全身守備だけど。あ、やべ、これはバック、これはバック。逆逆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 逆ゴロゴっていうの、ゴロ分かるじゃん、ゴロ、ゴロって分かる。あ、ゴロ、はい、フライ分かる、フライは。あ、はいはい、今フライだったよね。あ、でもゴロゴから打ったらゴーに今変えちゃったから。変えちゃったか、変えちゃったわ。
僕は何が投げるの、違う違う、こんな投げ方しないから169キロも出ないアンダースローでいいんですか、勝っちゃいますよ。リベンジ果たしてもらわなきゃ。うわ曲がりエグい、アンダースローなんこのカーブ、ほら速すぎる、タイミング合わせやすい、この前のあれはきつかった。いやー出ただけー、はい、オッケー、やっぱり強いぞ、普通に総合値が強い。ちなみに守備位置はこんな感じ、センターラインが危ないです、ね、危なくない、何も投げた、ほらおーおーおお、ごめんごめん、センターラインの伸び伸び伸び、危ない危ない、まあでもいつもよりも活躍しますから、投げました、ほっ、おーえぐい、おーパーです、うまっ、完全一の線の当たりでした、うま、さすがパーフェクト、取れー、これが右右右右右右、オッケー取れる、オッケー、タクシャンが取った、タクシャンがちゃんと取っていく、確かに、確かウーム野球部でも取ってたような、マッシュ降板、マッシュクサ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 ク湧いてる、第9投げ方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 クセクセが、おーさよ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 、あー絶対出る絶対出る、うわーい、うわーい、取れんのマジかよ、これなんかもらえるんですか、攻撃に入ります、第1打席は千賀の三振に倒れています優勝トロフィーもらいたいなんか勝ったらもらえるんですか、あ、でも初球に負けた方には罰ゲームだな、なるほど、さあ次の投球、まあでもちょっと打たないとね、盛り上がりがね、ほらちょっと守備位置がね、守備位置、守備が強いんすよ、めちゃ強い、あ、カーソルが重い、カーソルが重い、あ、やべ、うわー、危ない、危ない、仙台一軍、あー、やってるやってる、投げました、ほっ、打った、なさい、カーソルが、まあでも言って勝ってるからノーヒットですよ今だ、確かに、こっから本気出します、こっから本気出します、こっから本気出します、よし逆転しますよ、とにかくセンター返し、こっちはセンター返し、センター返し、センター返し、左行きたい、左行きたい、左行きたい、これうわぁ、よし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 、マッシュ足を遅いて、うわあ違う、どこどこ、ちょっと待って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 、いいよいいよ、同時のチャンスです、負けた方罰ゲームですからね、マッシュ、やばいやばいやばい、そんな罰ゲームとか良くないと思います、ちょっとこれピッチャー押さえてください、ホームラン、わあ全身守備しよう、第9、はいやこいつやばいて、うおーうおーセカンドもいける、セカンドもいける、無理だって、うおーちょっと、よしよしよし、無理だって取ってっからだよジュースか、ね、ジュースか、自分に言ってます、ちょっとヤバくなってきたんで、本格的にこいつ何投げれるか確認しとこう、超ソロだから、なるほど、遅いんだな、結構遅いの良くないんだよ、対マシュヘビだから、低め見送ってストライク、マシュを殺しにかかって、クイックも早いんだよな、投球これから2球目、スローカーブ曲がりません、第3球を投げた、おぉ、これ俺俺俺タクシャー、全部タクシャー、邪魔だ邪魔だ、お前はあっち行ってろタクシャー、全部タクシャー、俺のせい、全部タクシャー、今のは普通に打撃がうまかったんじゃないですか、いや取れたんじゃないの、どうなんでしょうね、これはこれ最初守備位置じゃないですか、確かに守備位置電信機となりました、バブルラビッツ追加点のチャンスも迎えています、大田警戒した、ピッチャー変えよう、ダメだこれ、ホームランズピッチャーで交代し、ホームランズここで前進守備をします、早い、さっきと見比べると早すぎる、やばい、また来た、いやー前進してた、あーいらんこと使ったよ、来てよ、いやーそれすんな、ま、今度は全身守備にしてから、守備、裏目に出すぎてる、キャッチャーがあるよ、キャッチャーがキャッチャーマッシュの責任だな、これはあと全部センターに行って、全部センターが後ろに反らすんですよ最初のバッターボックス、うるせえやっぱ、ということは、じゃあ全身守備、怖い怖い、また裏目るぞ、オッケーオッケーオッケー、右右、違う違う違う、えちょっと待って、オッケー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 、あぶねえ、ちょっとぶっこいんですかこいつは確かパワーなかったから、逆の回はオーナーに外野は遊びの守備を取ります、オッケー、これ取れる、右右右右、オッケーオッケーオッケー、ちょジャンプ、うわぁ、あはははははは、バンブルラビッツ、
今グローブの位置おかしかったです。構えて。なんかつまずきました。なんかセンターつまずいた。石みたいな整備がなってないっす。整備がなってない。ベースボール。プロの球場でなんか持って始めた素人。センター変えましょう。今日はピッチャーのと三回。投げた。あっ、これはお願いしますよ。よいしょ、裏やられたね。ちょっとやばいですね、これ。4点取られてる。あっ、来た。やばい。当たり当たり、これ当たり、これ当たり、これ当たり。よっしゃよっしゃ。今のは取れた。今のはもう確実に打たれたって。操作がマジ。やばい。あ、ちょっと待って、走ってる。先ほどのプレー、あのライトかレフトはセンターに行ってください。もうレフトとかいらないんでセンター2人でジャンプ力高いな。やっぱセンターフライなんだよね。ポテンシャル高い。センターポテンシャル高いです。どうしようかな。あれかな。ここは外野陣が長打警戒にしています。前に行く方がややや吉田さんの守備を取ります。そうね、今回は詰まりそうな気がするんだよな。第9打ったのもあるぞ。第2球これ OK OK。 どこどこどこ。ホーム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 。マジかよ。おめえよかった感じで。セカンド俺やぞ。投球打線骨折した俺やぞ。ホームに返させるわけだろ。だって点取られちゃうじゃん。そうじゃなくて初球があるから。4つよ。取ったジャンプ。あ、俺だ。あ、どこどこ。あのセンターもキラー。うわー。俺が文句言ってくる。あいつが第2球投げました。オッケー。いや、それボール球なんだけど。よくしたよいしょよいしょよいしょ。あはは、勝った。壊れたかも。あはは、壊れたかも。壊れました。あまり来るって。なんで全部センターに行くの。気持ちがセンター返したから。すごい吸われるんだけど。レフトとライトだったら俺操作なのにさ。やばいっしょ。これ取ってよいしょ。届かんて。ちょっとやばいっすよ、発展差ですよ。いや、発展差ですよじゃないよ。センターフライが3つあったよ。第9投げました。危ない球。さあ次の投球。カーブはボール。ストライク投げれねえよ。じゃあもう相手全員殺しましょう。これ投げました。第9も投げました。よし、ブラーズ。オッケー。ピッチャーピッチャー噛みました。第3球を投げた。お、これ取れるよ。オッケーオッケー。いいだよ。オッケー。よしよしよし。アウト。スリーアウト。いやー、回転取れば十分ですから。おい、あのヒゲネズミ、来い。ヒゲネズミ。出た。あ、見たことあるやつ。見たことあるやつ。これで全ての投手を切りました。やばいんじゃないですか、これマスさん。やばいかもしれない。第3球を。危ない。痛い。これ。大丈夫か、俺。あーやばい。やっちゃった。最悪です。すごい当たりが飛んでった。ホームランで OK。 あれ、ダメだダメだ。今ので慣れたから最終回に期待しよう。もう最終回。バブルラビ第9初球が左やばいか。よいしょ。よし、6回までが終了しました。まだね、まだルームラビ疲れてませんか。ホームランいいですか。タイミングよく合わせるだけ、そして流すだけ。セットバッターは3番マシマ。今日はセカンドゴロとライトフライ。甘い球。2球2球はスローボールが来る。それを狙うんだ。投げた。ダメ。今ダメなの。今のはダメ。今のセカンドゴロだった。5球は3球目投げた。これは振ってる。お、え、なんでミート。ちょっとダメプしないでくださいよ。すいません。投げました。ほっ。そう。第4球を。うれ。やばいぞ。ああ。マジでさ。違う、これ左スティック震えるよ、なんか。確かになんかなんかガクガクしてる。ちょっとなんかいない。いねえ。大体な。いきま
ます。第9。ねえ、おーい、じゃあすごい完璧です。完璧さすがに。これあと7回繰り返せばね、どうせですか。7回ね。もう一回来た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 。あー、あー、危ねえ、危ねえ、セカンドまで行ってくれ、セカンドまで行ってくれ。あー、ギョあとは任せろ、うん、アタックポイントでね、引っ張るから。お、ふいっ、ナイス。いや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 、ナイスナイス。まあ、甘い球とはいえ、ちゃんとミスするのうまいね。逆に難しいけど、ちょい真ん中。あ、まだルムの探求は発動する。あ、もう怖い怖い。なんか待ってる間にガクブル、ガクブルフィートがさ、震えてるのよ。いや、本当に震えちゃうんだか。アルチューの手でやってる。あええよしよしよし、オッケーオッケー。なるほど、そうやって油断するから打たれるんですよ。まあまあまあ油断もしますよ。何点ですか。第2球投げた。はい、あー、ナイス。いいよいいよ、いいよ、3点よ。さあ、どこでミスってしまうのか。第9あ、あ、やばい。あ、大丈夫大丈夫。あ、オッケー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 。いやいやいや、いや俺はもうミスるやつは、ミスるやつはあと1人しかないと思ってる。ミスるやつあと1人。ああ、こいつだお願い、打って。第9、おー、第2球、投げた。お、おぶねえ、かかってこいよ。第3球を投げました。俺はホームランしか狙わねえんだ、タクちゃんねえよ。おっ、ほい、あー、追い込まれた、追い込まれた、やばいよこれ。さあ、5球は5球目。さあ、5球は5球目。あー、いや、別にタクちゃんだからってわざと三振しようと思ったわけじゃなくて、最後の最後にすごい変化球を持ってました。嫉妬です。超スローボールって、それから投げてきました、あいつ。アクション。ということで、本日のドッキリはこれで終了となります。ドッキリありがとうございました。ドッキリ対、ということで、改めてタイトルコール、マッシュ、タクちゃんがずっと負けようとプレイしたとき、どんな反応をするのか、ドッキリでした。どういうこと。ということでね、タクちゃんとはもともと打ち合わせ済みで、タクちゃんはね、わざとエラーをし続けていたんですが、いや、多分あれわざとじゃねえで。いや、わざとです。あれ多分ちゃんと取ろうとして取れてなかっただけなんで。